そうよ。はい、どうもこんにちは、梅田です。今日はね、下関にあります吉田川河川公園に来てます。で、今日泊まりじゃないよね、うん、今日デイキャンプで、この前秋吉台でやったキャンプで大雨やったんで都市に来てます。裏の鍛冶屋さん、全体的に行っちゃった。今日これ干しに行っただけやけどね。で、今からちょっと昼ご飯を食べてこれを干して乾いたら、もう今日デイキャンなんで帰ろうと思います。それでは山口県下関市吉田川河川公園デイキャンやってこ。近いよ、アップ。え？アップですけど。画面きつい。ちょっと目が痛い。目が痛い。うん、上司さん。いや、後ろがき、なんか黄色いし目が痛い。まあ、そういうわけでデイキャンなんですけど、運転はね、相方さんに任せていつも通り。本日のもう3本目ぐらいからね、やっていきますよ。なんでちょっとさ、今の仕事さ、マジで痛風とかなったらできんよね。うん、きついから、ちょっと糖質とプリン体には気をつけて、まあデイキャンですけど、いつも通りやっていきましょう。じゃあ皆さん、本日もお疲れ様でした。寒冷でいきましょう。乾杯。今日も簡単なね、昼ご飯今から作っていくんで、で、このキャンプ場なんですけど、まあ初めて来たよね。うん、ちょっと今までデイキャンっていうのは本当したことなくて、まあテント乾かしに来ただけなんで、まあ無料のキャンプ場、ここ泊まれるのかな、泊まってもいいでしょう。もう結構ね、目の前が川流れてていいキャンプ場かなと思うんですけど、トイレが遠いね。トイレ遠いね。まあそれはね。じゃあ皆さん、今週もお疲れ様でした。乾杯。撮ってる。うん。じゃあね、ちょっとね、昼ご飯も食べて、テントも乾いたんで、今日デイキャンなんでね、もうこれで帰ろうかなと思うんですけど、またね、今後ちょっといろんなキャンプ場に行ってみたいね。まあ今ボンのね、ボン休みのキャンプ場の予約でいっぱいいっぱい、なんとか取れましたけど、まあ今後も楽しいキャンプを続けながら仕事も頑張っていこう。じゃあ皆さん、また来週。